2023年6月から始まったウクライナ軍による反転攻勢は一月を経過したんだけど、昨年の戦史に残る快進撃とまで言われたハルキウ州での反転攻勢のような快進撃は見られず、昨年夏から激戦が続いている東部ドンバス地方ドネツク州バフムートや、同じドネツク州南部とザポリージャ州の戦線で一歩ずつ着実に非占領地を奪還しつつあるんだ。その中でこのところ情報が乏しかったルハンシク州において、クレミンナを守っていたロシア軍が反撃に出たとの情報が伝えられているらしいな。そうだね。さて今回はクレミンナやバフムート、ドネツク南部での戦況について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。これまでクレミンナ方面では、昨年ハルキウ州を奪還した勢いでドネツク州のリマンからウクライナ軍がクレミンナ方面に攻勢をかけていたものの、それがロシア軍の抵抗を依って頓挫してからは、両軍がゼレベツ川から幹線道路 P66 の間の地域を奪い合う戦闘戦いが続いていて、クレミンナの南方に広がる森林地帯も含めてその戦況ほぼ膠着状態となっていたね。その中で、クレミンナとその西にあるトルスケを結ぶ道路に沿ってロシア軍が徐々に西方に向かって前進していることが報じられていたんだけど、ここ数日でロシア軍が攻勢を強めてその先端がディプロバを越えてトルスケの市街地に達していることが確認され、ロシア軍が昨年の敗走以来、この地域で初めて大きな前進を見せたみたい。ここのロシア軍部隊は昨年秋に極走して大きく後退した部隊と見られていたが、ここに来てウクライナ軍が反転攻勢に再注力しているために手薄になっていると見たのか、攻勢に転じて大きく前進している様子であり、配置されていたウクライナ軍部隊が必死に防戦を続けている様子で、ルハンシク州ではこことさらに南のスピルネでもロシア軍が攻勢に出ていることが明らかになっていて、放置しておくとスピルネに駐留しているウクライナ軍が包囲される可能性が出ているぜ。日本の評論家の中には、ウクライナ軍がドネツク州やザポリージャ州での攻勢に戦力を集中させている間に、ルハンシク州からロシア軍が攻勢に出る可能性があると指摘する声もあり、反転攻勢への反撃が始まったとの見方も出ているよね。しかしながら、このルハンシク州においてロシア軍の一部部隊が大きく突出したとしても、ここからさらにドネツク州のリマンなどを狙うためには、さらなる援軍が必要と見られていて、現状において兵力不足との指摘があるロシア軍にはこれ以上万単位の援軍を送る余裕はないとする見方が多く、突出した部分を包囲殲滅される危険もあるとされ、このルハンシク州での動きがロシア軍の戦略的な連携による動きではなく、現地の部隊長クラスの判断による威力偵察的なものではないかとの見方もあるぜ。その一方でドネツク州のバフムート方面では、ウクライナ側からの発表で前進していることが伝えられているものの、SNS に投稿されている動画や画像などからは地域によってはロシア軍が優勢と見られる場所もあり、戦況は流動的と見られているな。ウクライナ軍がロシア軍を東側に押し込んでいたバフムートの北にあるベルシフカと南にある、クリシェイフカについてはこれといって新たな動きを示すような情報がなく、ウクライナ軍がクリシェイフカの重要な高台を制圧したと主張しているものの、このことを裏付ける視覚的証拠がなく事実かどうかの見極めはできていないんだ。その状況下においてウクライナ国防省のマヤル次官は7月13日までに、ウクライナ東部ドネツク州の激戦地バフムートの戦況に触れ、ウクライナ軍はさらなる進撃を果たしており、州内の各地でもロシア軍の攻撃を押し返しているとして SNS で報告しているよ。マヤル国防次官は、ロシア軍がドネツク州のリマン、アウディーユカ、マリーンカ及びこれらの都市に隣接する北東部ハルキウ州のクピャンスクなどで再三にわたって、ウクライナ軍の防御線を突破しようと攻勢をかけているが、ウクライナ軍が撃退に成功していると述べたね。また、バフムート周辺ではウクライナ軍が同市の南側から攻撃を仕掛けて前進しており、占領されていた地域を奪還した後に陣地を構築して強化しているとしたほか、同市の北端部や南端部において、市街地を見下ろす位置にある高台の確保に努めているとしたぜ。そしてさらに、中南部ザポリージャ州の戦線にも言及し、
同州からヘルソン州に侵攻する際の要衝であるメリトポリや、ロシア本土からヘルソン州及びクリミア半島をつなぐ回廊を遮断するためのベルジャンスク奪還を目標として、進撃を試みている部隊が攻勢を続けていると説明し、その他にも敵側を弱体化させる多くの作戦も進めているとも述べているな。それらによって、これまでにロシア軍の武器弾薬の多くの貯蔵施設などを破壊することに成功しているために、ロシア軍からの攻撃回数は次第に低下しているとも主張していて、ウクライナ軍はこれまでと同様にロシア軍の後方支援や統制式の拠点への長射程巡航ミサイルによる攻撃や、GPS 誘導ロケット弾の砲撃を増大させていることを明らかにしたってわけ。これらのマヤル国防次官の主張を裏付ける視覚的な証拠となる動画や画像は見当たらないけど、その根拠として両軍の砲撃戦の様相が変化したことが挙げられているんだ。ウクライナ軍による反転攻勢が開始された6月4日時点で、榴弾砲や多連装ロケット砲システムマースなどの野戦火砲の数は西側諸国の支援を受けているウクライナ軍が約2500門を保有し、ロシア軍が4500門ほどと見られていて、ここまでにかなりの損失が報告されていながらも、まだロシア軍が優勢にあるとされていたよね。地上戦闘における砲撃戦では、敵の火力から味方部隊を守るために、まず砲兵部隊に集中砲火を浴びせ合うことから始まるが、ここで敵の火力を殲滅することに成功した方がその後の地上戦で勝利することになるが、これについて反転攻勢を開始してからのウクライナ軍砲兵部隊が、ロシア軍の4倍のペースで相手の榴弾砲やマースを破壊し、ロシア軍の優位性を着々と切り崩しており、ウクライナ軍がじわじわと前進しているのはこのためとする見方が出ているぜ。ウクライナが砲撃戦で徐々に優勢になりつつある理由については、同国に対して西側諸国がより信頼性や精度が高く射程も長い砲撃システムを供与していることで、ウクライナ軍の砲兵旅団ロケット砲兵旅団がその能力を大幅に向上させたことにあると見られているよ。それらのウクライナ側が取得した最新装備で最も重要視されているのは、アメリカ、イギリス、ドイツ、ノルウェーなどから提供された多数の大砲兵レーダーだろうね。大砲レーダーは、敵が発射した砲弾やロケット弾を探知し、その弾道を解析することによってそれが発射された地点を割り出し、味方の榴弾砲やロケット砲に反撃を指示するもので、これによって発射から撤収して移動するまでに時間を必要とする牽引式の榴弾砲は反撃を受けやすくなるんだ。ウクライナ軍ではこの大砲兵レーダーと小型の偵察用ドローンを巧みに連携させて運用しており、そのことによってロシア軍砲兵の射撃地点を速やかに割り出して、そこに集中砲撃を加えているというぜ。そしてその砲撃精度においても、供与されている GPS 誘導が可能な GMARS ロケット弾などを多用することで格段に向上しているとされ、ロシア軍砲兵部隊の損耗が激しくなっていると見られているな。この大砲兵レーダーはもちろんロシア軍も保有して運用しているが、西側諸国のそれと比べて性能差が著しく劣るとされているらしい。ロシア軍がウクライナに侵略を開始した当初は圧倒的な火力差が問題となっていたが、およそ1年で砲撃戦における立場が逆転したことは、ロシア軍が姿勢に回らざるを得なくなっていることからも明らかであり、現時点ではウクライナ軍の反転攻勢に耐えているように見られるロシア軍が、苦境に陥ることは間違いないとする見方が出始めているね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。